はい、じゃあ次の、問題分かる人田中やってみろ。はい、うん、米騒動じゃないだろ、ここは。え、前も言ったよな。すいません。なんだ鈴木、あの電車遅れてて遅延症で。電車の遅れ、はい、聞いてないぞ学校は。あ、電車遅れてないぞ。いやですけど僕の路線は遅延してたんで、これ証拠です。見せてみろ。はい、何分だこれ。30分の遅延です。30分の遅延。はい、電車が30分遅れてた。あ、そうですそうです。はい、電車乗った時遅れてたのか。乗った時遅れなかったです。途中から遅れ始めて。原因は何だ。車両トラブルです。車両のトラブルで30分遅れた。はい、それ分かってたのか。最初から分かってたのか。いや最初からしか分かってなかったです。途中からなんか騒がしくなってきて、うん、電車が壊れてしまったというか、うん、僕もよく分かんないですけど。あ、まあまあ、そうか、そうとはいえ、はい、許されないぞ。許されない。心証の遅れは許されない。証明あるじゃないですか。他の先生はいいかもしれんが、先生の授業は許さない。先生だけ特別の、なんか違うんじゃないですか。許さないと30分早く起きて行動できたらどうだ。間に合ったんじゃないのか。それ言い出したらキリないですって。そうだろ田中。分かるだろ。なんで、ね、宮本分かるだろ。ではほら言ってる。使えない。ちょっと使えない。いや、一生懸命もらってきたんです。鈴木は、欠席です。待ってくださいよ。欠席扱いです。ちょ、もう今ここにいる意味ないじゃないですか。まあまあそうだな、欠席だ今日は。うん、はあ、まあ座れ、うん、もう欠席ならもう帰りますよ僕。鈴木困るだろそれじゃ。授業を受けて放課後帰る。いや、そんなの意味わかんないですもん。今お前のためになんないだろ。学校せっかくここまで来てんだからよ。欠席になろうが授業を受けて、先生のためになる授業を受けてから帰る。それでいいだろう。もうためになると思いませんけどね、もう先生の授業なんて。鈴木これもう卒業できんぞお前は。僕今まで皆勤賞でしたから今日だけですよ。欠席です。もう皆勤賞にはなりません。他のみんなはなるけど鈴木だけ皆勤賞はなりません。もう意味ないじゃないですかこれ。じゃあ見せてみろ。だから書いてますよ、ほら見てください。使えん。もうダメだ。お前前もな、言ったけど、戦争授業遅れた者は、裸で逆立ちして校庭100周。無理無理、何この先生。やってこい。はい、誰か、次の問題分かるか。うん、米騒動じゃないって言ってんだろ。